ーにアマチュアの悩みをぶつけてみた。はいはい、皆さんこんにちは、楓です。そして須藤優太です。そしてウムゴルフ君です。ウムゴルフ君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は平川カントリークラブに来ております。はいはい、アマチュアの悩み尽きないですけれども、どうですかウムゴルフ君。ちょっとまた今回私がアマチュア代表として。はい。質問させていただきたいんですけど、はい、これも私事なんですけど、はい、最近ですね、これ結構僕がウムゴルフ須藤プロが出ていただいた初期の頃に教わった下半身の使い方で、こう右腰はこう回すっていうよりか後ろに引くっていうのをだいぶ前に教わってたんですけど、まあこういう表現をしていいのかわかんないですけど、懐かしいですね。いやそうですね。はい。まだ動画新しいですから、初めて見る方はもうそれが新鮮なんです。そうですね。その時の動画をぜひ見てほしいんですけど、まあ僕もその時言われて、まあ言ってることは分かったんですけど、やっぱなかなか習得ができなかったんですけど、まあ最近ありがたいことやっぱいろんな人に教わってて、皆さんやっぱここの表現は。これ同じ表現をするので、やっぱって言ったらおかしいですけど、あ、須藤さんの言ってたこと合ってたんだというふうに最近改めて思いまして、で結構僕もちょっとイメージ的には正拳突きでこうしっかり腰を回すというよりか後ろに入れてこう捻転というか、そうですね、こうしっかり腰を入れるっていうふうにやり始めたところ、ちょっとある疑問が生まれたので、ちょっとそれを今からぶつけたいと思いますので、今日聞いてもらっていいですか。わかりました。はい、私自身今ちょっと右スウェーで悩んでるところがあるので、もう腰が引くっていうのをちょっといまいち信用しきれてないところがあるので、そこもちょっといけたらなと。いろんな悩みがありますね。はい、いっぱいあります。ではまずセカンドオピニオンもあります。ではウムゴルフ君、正拳突きしての疑問を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとですね、僕から質問がありまして、はい、僕の今までのちょっとトップの位置ですね、スイングでいうとこうやってたんですね、でこれがやっぱこの右腰が完全に止まってて、はい、ちょっとやっぱ手上げ、手上げでぐっとこうちょっと手の位置も高くて、まあ、ここも空いててっていう感じで今まで打っていたんですけど、まあ、これをしっかりちょっと正拳突きのイメージで。こう引いていく、っていう風にイメージすると、やっぱり多分ちょっと手の位置はこう低く感じる、まあやっぱ僕としては今まで結構アップライトっていうか、手で上げてた分かなりこうインに入ってる感じと、クラブがこうちょっとフラットというか平行になってる感じがすごいした時に、この形を取った時に。あ、そういえばよくプロってクラブ寝かせましょうみたいな、この言葉をよく言うなんていうのと、あれこれ俺寝てんじゃねって思って、なんかちょっと勝手にあいいかもしれないって思ったんですけど、そもそもこのクラブを寝かすっていう表現、これなんでそういうのかっていうのもよく分かってないし、じゃあなんでこの寝かせた方がなんかいいのかっていうのもよく分かってないし。なんかこの寝かすって言葉はよく聞くけど、その意味が分かってないなって思ったんですよ。っていうところで今回聞きたかったのが、このクラブを寝かすって何ぞやっていうところをちょっと須藤プロにぶつけてみたいなと。それではその寝かすですね、寝かすの3文字これの、解説をしていきたいと思います。でじゃあまずプロゴルファーないし、教えている方たちが寝かすといいよ、その寝かすっていうのはどこのポジションなのかと言いますと、今ウムゴルフ君は右腰を引いた時にバックスイングが少しインに入ってる、これ寝てるんじゃないかっていう感覚だったじゃないですか、これは寝かすなのかインなのかっていうところなんですけど、そこは正直、寝かしましょうポイントじゃないです。あれ、僕らたちが使う寝かすをいいこととしてるポイントは、トップ上がってきてからダウンスイング入ってきたこのポジションのことをの時にクラブが寝てるといいよねっていう風な表現をすることがあります。このポジションのことをの時にクラブが寝てるといいよねっていう風な表現をすることがあります。こうダウンスイングの写真を見た時、動画を見た時にこうやって入ってきちゃう方、これでもゴルフのスイングにおいてすごく多いと思うんですよ、アマチュアの方は。まあ、それはボールがやっぱり上からこう自分自身がボールよりも上にいて上から覗いている状態でゴルフスイングをしていくんで、どうしても下にあるものはやっぱ打ちに行きたいから、そうなった時にやっぱりこういうクラブの軌道っていうのはなりやすい。で、そこでその男性がいた時にクラブが出ているといいよねっていうところが、一つ表現として用いられる。じゃあそもそもよくレッスンとか、まあ、プロが寝かすって言ってるところは、割とダウンスイングのところで言ってる場合が多いんです。そうです、まずポジションとしてはそこです。これはちょっと僕ウームゴルフやってるくせにそんなのも知らねえのかっていう批判もありそうですけどでもトップの位置の話だと思ってました、私も。クラブが寝てるって、なんかフラットになったらもう寝てんじゃねって思ったんですけど、まあ、そもそもはダウンスイングのところで使う表現だと。そうです、さっきのダウンスイングでいうとクラブが立ちすぎちゃって、アウトからこう入ってきちゃう、っていう人が多いから、このやっぱちょっと寝かすっていう表現も入ってくるんですかね。そうですね、本当にその、本来のゴルフのプレーン、スイングプレーンっていうものが、まあ身長だったりとか手足の長さ、とかで決まってくるものもあるんですが、全員に共通しているところといえば、このクラブのシャフトのラインっていうのは最初にこう後ろから取った時の最初の構えてる時にこうやって地面に対して垂直な人っていうのはまずゼロなわけですよね。基本的にゴルフクラブってこういうふうに斜めにシャフト刺さってるんで、このまま上げてった時、このまままあいったら体を使ってとか、まあいろんな形でこう手の小細工をせず上げていった時に、ここにこの角度にこう一つの板をこう敷いてぐーっと上げていった時っていうのは必ず最初が斜めなので、クラブっていうのはこういうシャフトのラインって斜めに動いてくるはずです。なのでこういうふうにアウトサイドから立ってしまった人が本来のプレーンに戻そうねっていう時の表現として、今よりもクラブが寝てる状態、地面に対してクラブがこういうふうに少し寝ている状態、垂直の状態から寝ている状態っていうのを寝かそうねっていう表現をするっていうのがまず一つ、ですね。外に行くところからしっかりとしたプレーンでボールをヒットさせるために必要っていうことです。寝かすことで必要なことっていうのは目的が2つあって、まずはそういうカット軌道でスライスが出てしまうから目標方向よりも右にボールが落ちることが多いっていうことで、それを直しましょうっていうのが一つ。プラスあとはクラブの運動っていうのが外側からこういうふうに入ってくると、やっぱこのクラブの力っていうのを最大限にボールに対して発揮できなくなってしまうんで、その飛距離ですね、飛距離に対してアプローチしていく時に用いられるのが寝かすっていうところ、あとはさっきのウームゴルフみたいにプレーンを最初からずっとこう一定にしていってフェースの動きを抑えましょうっていう安定性を作るところが2つ。ウームゴルフの場合は今でいくとここを後ろに引いた時にバックスイングがそっちに来たよね、でダウンスイングもそこを通ってくればクラブの通り道っていうのは1本のレールになるので、そうするとやっぱ安定感が増すから、それで帰りもそこにいればすごくいいと思います。すごくとてもよく分かったですけど、今ダウンスイングのところでじゃあちょっと自分で寝かしてみようって想像したんですけど、絶対ダフりそうっていうか、なんかちょっと下げたりなんかにしたら絶対ダフりそうな気しかしないんですけど、こういう感じでやるとこれが寝てるですみたいな、こんなアマチュアにもできるちょっと寝かす方法を教えてほしいですけど。わかりました。あります。ありますか。そんなあなたに。そんなあなたに。見てる方も含めて、そんなあなたにあります。まずは、あくまでもスイングは動きなので、止まっているところっていうのはないので、動きの中で打たなければいけないから、動きの中でできるように説明しますね。で、まずは動きを覚えるためにやってもらいたい3つのステップがあって、まず1つ目はクラブっていうのは基本的に、イメージしてもらうと右回り。こういうふうに右回りをしていくので、まず手首だけでは、手は体の正面、クラブも体の正面からスタートしていいです。で、胸の前ぐらいに手がくる位置でスタートしてもらうんですけど、この位置でまず右回りにこうやってクラブを手首だけで回してもらう、この状態で、次に今度はこの手首に対して腕も右回りさせます。なのでここから手首と腕、こういう状態ですね。ちょっとオーナー振ってる感じだと思います。で、ここから今度は最後に体もここから右回りさせています。体もここから右回りさせています。はい、寝かすの完成。もう一回ちょっと飛球線方向で今の動きやってみてもらっていいですか。この状態でまず手首だけ右回り、ぐり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 右回り、で腕回ってる、はい、で最後に体。おー、基本的に外から来る寝かせられない人っていうのはもう逆回りの方が動きとして多いんですね、うん、左回り。そうか、そう、全てが左回り。そうするとこういう軌道になるわけですよ。右肩が上から入ってくる感じですね。この動きでもう寝てるは十分くらいですか？はい、あ、十分です、十分です、はい、この位置よりも少しクラブが斜めになってることっていうのを寝かすっていう表現をするから、そこにこう来るポジションとしては今のドリルをやってもらったポジションが基本的に寝かす。あれ選手、はい、ちょっとやってみてください。もうでも私もそれこそ右肩が出てアウトからカットに入るタイプだったので、耕すような感じで打ってました。じゃなくて、そしたらもうどんどんアウトサイドからしか来ないので、はいはい、ちゃんと時計回りで回すこと、まずは。そうです。でここに手も全部入れて、そうで体も。そう、もうこの時点で完全に右サイドでクラブをよく使うんですけど、さばくっていうことをよく使うんですけど、はい、右サイドの動きの方が大きくなってくるんで、はい、そしたらインサイドからは入れない。でもこの辺で、はい、この辺で、はい、寝てそうっていう感じですね。テイクバックどこに上げようもないですけど、この辺で、この辺みたいなこの辺勝手にできてる感じはあります。はい、最下点が少し右寄りの感覚になる。いつもよりもクラブが後ろ側にいる、自分の背中側にいるっていう感覚に慣れてるんで全然 OK ですし、はい、分からない方はちょっと後ろに鏡だったりと一緒に練習行く時はちょっと後ろからその動画を撮ってもらったら、ここからクラブって降りてこなきゃいけないのかっていうのが分かりやすいと思うので、そういうチェックもしながら自分の感覚と照らし合わせてみるとよりいいかなと思います。はい、この回した時のこの位置がテイクバックでいいってことですね。そうです、その位置がトップの位置でいいってことですね。今、テイクバックとかそれこそトップの位置の話があったんですけど、はい、テイクバックを上げる時ってさっきのウームゴルフ君みたいに最初からここにいないわけですよ。はい、だから普通のテイクバックの形を作ってちゃんと戻ってきたわけじゃなくて、今このぐるぐる回した状態でダウンスイングの話でいいとこに来てるよねって言ったので、はい、じゃあテイクバックはってなった時に。ここに上げてもここに戻してくる、その右回りの法則さえちゃんと守ってもらえれば、はい、どこにこうテイクバックが上がっても基本的には、次のそのテイクバック上がった順番を守ってあげればそこに戻ってきやすいので、じゃあテイクバックの位置はそんな悩まなくてもいいんですね。そこまでテイクバックの時の手の位置、クラブの位置っていうのはちゃんとその道順、ちゃんとそこの帰ってくる道に合流できるところであれば、それはそんなに気にする必要がないっていうことですね。この状態からこっちね、この状態からこっちね、この状態から大きくドローを見たくなりますよね。そうですね。ちょっとターフの向きも少し多分構えた位置よりもちょっと右側ぐらい、はい、に向いてるような感じ。はい、でも今本当に私の中ではボールよりかなり右側に落ちてくるっていう感じでした。ナイス、いい球、いい。なんか今ちょっと結構右にこう回ることだけを意識してここで止まるような感覚があったんですけど、最後ちゃんとフィニッシュを取りに行くとちゃんとなんかまっすぐ行ってくれる感じでした。そうですね、やっぱ気になるのがダウンスイングなんでちょっと躊躇はしやすいんですけど、今みたいに普通に振り切ってもらったら、はい、と捕まって泥っぽくなる要素としてあとはどこがあるんですか？ちょっと見てる感じで言うと。そうですね、あとはやっぱり少しダウンスイングの時の、はい、戻ってくる位置、まあ、今最初にこの素振りのイメージよりかは、はい、やっぱまだ少しちょっとはいそうです、右サイド少し高いんですね、帰ってくるときは、はい、もう少し右サイドが低い位置から入ってくると、はい、うん、もう少し捕まるようになってくるかな。本当にこのままのイメージ通りをちゃんとスイングでできるかってことですね。おー、ナイス。ちょっと良くなってきた。うん、結構ここで私はいつもとこのフェースの意識というよりは手のこの向きが多分いつももっとこうなんですよ。ちょっと立てて右行かないようにしてしたいのをクラブが手に乗ってる感じ、いつもは持ってるんですけど乗ってる感じをすごくここで感じるので、右に行きそうだなと思うんですけど、でも感じれました。そういうことか。それをもうそれぞれの寝てると表現している方たちは伝えたいんだと思います。なるほど、わかった。それがだからオンプレーンに戻ってきてる感覚のいい状態ですよね。スライサーはこれすごい怖いと思うんですけど、スライサーほどやってほしいし、この感覚すごいわかると思うので、本当に回した通りに打つでしかないですね。ということで、スゴプロめちゃくちゃわかりやすかったです。わかりやすい。これみんなやってほしい。ぐるぐるの動きのプレーンに戻る動き。まあこれが寝かすっていうような表現になって、これができれば別に正直トップの位置ってそこまで極端に変なところになければ OK っていうことですね。そうですそうですそうです。いやもうこれ家でただ単に時計回りにタオルを振っておくだけでも体に染み付くと思うので。あ、そうです。フェス行ってもこうやってくださいね。あ、絶対にこうじゃないですよ。こうじゃない。でもそのぐらいしてもらえると、はい、もうね、しっかりとしたプレーンで降りてくるんで。はい、はい、はい、ではまだまだアマちゃんの疑問あると思いますので、また次回の動画もお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てね。